はい、井上博選手との第今日は3回ですね、我が県は我流の第3弾になります。はい、今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。今日は、どんなテーマで、はい、今日はですね、辛いものは辛いと。辛いものは辛い、はいはい、これはね、トレーニングを教える側のね、マニュアルだったりとか、はい、トレーナーさんがよく言うことなんですけども、今扱っている重量が、楽になったらステップアップしましょうねと、さももっともらしい言葉なんですよ。で、楽になったら次のステップ、重量、要するに重量を上げてね、はい、でステップアップしていかないと筋肉は発達しないよというふうなことで、そういうふうに紐解かれてるんですけども、はい、果たして扱っているものがですね、ある日突然楽になるだろうかというふうなへりくつなんですけども、でも実際そうなんですよ。だから楽にならないので、ずっと同じ重量でやらされてる人がいるんですよね。半年経っても1年経っても1年前と同じ重量なんですよ。だって楽にならないですから。だから辛いものはいつまでたっても辛いんですよ。だからそのなぜ筋肉が発達するかって言ったら、上げれないものとか扱えないものに無理やりそのゾーンに突入するんですよ。背伸びをするわけですよ。だから当然フォームも崩れるし、回数もできないね。で、辛かったものが楽になるわけではなくって、無理やりその時期を決めてね、そっちを扱うようになるんです。その扱い始めた当初っていうのは当然未知なる世界ですから、フォームもちゃんとできないし、レップもできないしっていう形でやって、そのステップを何段階かクリアしていって、例えば4段階ぐらい昇格しましたと。そうすると最初、その一番最初つらかったのが30キロで4段階昇格していって、で、70キロ扱うようになったとしますねと。で、70キロ扱うようになった時に初めて振り返ると30キロは楽になっているんですよという形なので、30キロの世界で戦っている時に楽には絶対ならないんで、ところがその世の中のマニュアルっていうのは、今扱っている重量が軽く感じれるようになったら重りを上げましょうとかって言っているのが、僕に言わせると非現実的な話なので、それに従ってやってたら一生同じ重量を扱っている羽目になるなと。おかしいな、本に書いてある通りやってるんだけど一向に楽にならないんですよとかっていうのがあったりするのでね。で、これもその世の中のマニュアルに対するちょっとおかしいんじゃねえのっていう投げかけなんですけどね。よく初心者の方なんか僕に教えてると、こう女性の方なんかも、いずれこういう筋肉痛にならなくなると思われてる方いますよね、体がこうもう今だけ辛いけど、木澤さんとかってもうトレーニングしてても筋肉痛来ないんですよねとか、よく言われるんですけど、その辺も結構皆さんこうやればやるほど辛くなってきますよね、トレーニング重量も伸びるし。そうですね、最初の一番最初の筋肉痛とはちょっと違う、違うあれなんですけども、やばい世界になっていきますね。だんだんそうですね、やっぱり強度やテクニックがついて、あと体力的にも耐えられるようになるし、そうですね、メンタルも強くなるんで、だん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 辛くなるんですけど、耐えられる環境にはなってきますよね、自分自身が。そうですね、だから初心者の頃の辛さっていうのはこうもうなんかわけのわかんない辛さですよね。そうですね、もう気持ち悪くなるとか、そうですね、青い顔、昨日もあったのですね。そうですね、そうなんですよ。なんか面白いというか、前回の YouTube とかでね、IH 機に興味を持たれてる方が結構地方から、パーソナルを受けたいって言って来られるんですよ。で、レッグエクステンションをね、やらせてあげたんですけども、いつもやってることなんでね、もう何百人とこうやってるから、いつものように大体でもうこういうことやってると、この人の体格だったらこれぐらいの重量かなって大体分かるようになるでしょ。で、それで普通に設定して、で、そういう方って結構ね、勢いだけがすごいので、1セット目すごい僕が設定した重量を楽々と扱うんですよ。これちょっと軽すぎたかな、姿勢だったかなと思って1個ピン上げたんですよね。で、2セット目に入ったらもうね、
途端にパワーダウンしていって、はい、全然補助しないと上がらなくなっちゃって、はい、で2セット目なんとかヒーヒー言いながら終わったんですけども、痛い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 って言って、うん、どこ痛いんですか、膝やっちゃったんですかとか、いや違う、大体ストーキングが痛いって言って、いやそこは痛いのはいい痛みなのでいいですよねって、そうなんですけどって、みるみる顔が青ざめていって、はい、酸欠になったんですよね。で冷や汗がダーって出てきて倒れちゃって、うん、もう2セットでダウンという形になっちゃった。終わっちゃったんですね。はい、もう終わってしまいましたね。で、まあせっかく遠方から来られたんでね、気の毒なんで体力の回復を待って、うん、で IHC の座学をしてあげてですね、はい、まあ、せっかく来ていただいたので、はい、そのやり方とかっていうのを図解しながらですね、はい、お土産として持って帰っていただいて、はいはい、またリベンジに来てくださいという形で帰っていただいた感じなんですけどね。やっぱりそうですね、足なんかはもう本当にダメージが大きいんで、急になんすか、容体が急変するというかありますよね。あとあれですよね、その本当にね痛いのかどうなのかっていうのが、うん、ほら木澤さんとこの、ああ僕と井上さんが両方見てるお客さんいます、ね、知ってる人いるじゃないですかで動画で上がってたじゃないですかあの人の痛いっていうのは本当なのかどうなのか分かんないですよね。 そうですね、あれをね、ジムで、はい、大声で痛いって言われると、僕が拷問してるように他のお客さんから見れるんで、痛いじゃないですよねそれはって言ったことある。あの方は痛い気持ちいいって言うんですよ。だからちょっと怪しいですねですよね、はい、3回痛いって言って気持ちいいって言うんで、ね、まあちょっと怪しい、そうですね、まあそういう面白いわけですね。だからそのボキャブラリーがないのかなんか分からないですけどね痛いではないですよねって言わないといけない時が時々ありますね。 でも痛みっていうのはね、やっぱり当たり前のようにきますからね。そうなんですよ。だからその初めての痛みを味わった時っていうのは、大騒ぎする人とかいるんですよ。である女性にね、そのトレーニングを教えた時に家に帰って、でその旦那さんも筋トレやってるんですよ、はいはい、で痛くてとかって言うから、みんな痛いよって言って言われたんで言ってたんで、だからその我慢するとか喜びの痛みなのか、我慢してはいけない痛みなのかっていうのがね、その辺が分からない、ね、最初はちょっとね分かんない、はい、特にエクステンションなんて強烈な痛みが来るんで、そうですね、ちょっとびっくりしちゃうかもしれないですね、はいはい、そうですね、いきなり2セットであんなに痛くなるのは初めてですとかって言ってたんでね、確かにきついです、あれは。痛い、辛いものは辛い、はい、痛いものは痛いです、はい、痛いものは痛いということで、はい、今日もありがとうございました。ありがとうございました。